終わった、はい、終わった、ちょっとハレンさんのままでやられるとちょっと困る。これ聞こえないけど、ごめんなさい、もうずっとハレンさんの声でアフレコを続けてたので、みなせ祈りでやってもらっていいですか。お腹から声が出せなくなっちゃったんですよ。ということで、アハレンさんは測れないのステージが始まりましたよ。始まりました。お待たせしました。そうなんです、オープニングからね、ハレンさんにご挨拶いただいて、すいません小さくて、はい、改めまして、こちらハレンさんは測れないステージ進行を担当させていただきます松沢千秋と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしていよいよね、ハレンさんは測れない、はい、こちら2022年4月アニメ化決定ということで、今回はそれぞれのキャラクターを演じられます水瀬いのりさん、そして寺島拓磨さんにお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では自己紹介とご挨拶いただきますか。はい、アハレンさんは測れないでアハレンレイナ役を演じております水瀬いのりです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてはい、ライド役の寺島拓磨です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。配役決まった時ってまずどんな印象お気持ちでした？いやー、オーディションを受けさせていただいたんですけど、まあ、その原作をね読ませていただいて、やっぱりそのレイナちゃんのこう小さい声なんだけどちゃんと感情はあって、いわゆるこう無表情キャラではないんですよ。その本当のこう表情というか、もう多分誰も気づいてないぐらいの口角が上がってるとか、そういう本当にこう繊細な部分を演じるのがとっても難しいキャラクターだなと思いながらオーディションに受けたので、最初こう決まったっていう連絡が来た時はまず嬉しいと同時に、ライドウ君は誰みたいな。あ、思ったよね。そう、そんなライドウ君は寺島さんいかがですか。まあ、僕もオーディションだったんですけれども、決まったよって聞いた時びっくりしましたね。ライドウ君のイメージが分かんなくて。確かに難しい。確かにオーディション受けてる時も分からんけどこんな感じかなっていうか、なんて言っていいのか分かんないんですけど、実際オーディションで僕が演じた感じと、はい、アフレコ始まってからのライドのその振り幅みたいなのが結構違ったんですよね、はい、なので僕単純に声の質感で選んでいただいたのかなっていうところではあるので、びっくりしましたね。ただ今の分からんけどこんな感じかながすごくライドウ君っぽいかもってちょっと。あ、確かに。心持ちが伝わってたんですかね。そう、そうですね、ライドウ君ってやっぱなんか掴めないキャラクターなので、うん、そこがなんかこう寺島さんの声と合ってアフレコして、すごいこうライドウ君の自由さが出てるんで、自由な変人みたいな。ではそんなハレンさんですが、早速ね、こちらストーリーの紹介を水瀬さんお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ハレンさんは測れないは小柄で物静かな女子高生ハレンレイナと隣の席の男子ライドウの姿を描いた青春コメディです。人との距離を、ね、取り方が苦手なハレンさんの独特なコミュニケーションと、すぐに暴走してしまう暴走が過ぎるライドウ君、この2人のやり取りに思わずほっこりさせられる作品となっております。いや、しかしこれ漫画読み始めるともうスイスイ進んで止まらないんですよね。そうなんですよ、こう切り時というか、ないだーっと読んじゃいますよね。毎回そのネタも違ってくるし、 その知識量に毎回びっくりさせられるので、そうなんです、へーって読んじゃうんですよね。なんか結構お互いのキャラが、まあ割と静かめなキャラなのにこんなに暴走できるんだっていう確かに、なんかその暴走のなんか種の数がすごいじゃないですか。すごい多い、ありとあらゆる方向に。クールだからこそ多分なんか染めやすいというか、そのギャップに私はもうすっごい面白いと思って読んでます。そんなハレンさんは測れないですが、現在アプリ漫画雑誌少年ジャンププラスで連載中で、単行本も12巻まで発売されています。まだ読んだことのない方は今すぐ読んでみてください。ぜひお願いします。そして本日はですね、声優のお二人によるトークやお絵かき企画、さらに原作生アフレコ、アニメ制作現場への潜入 VTR など盛りだくさんの内容となっておりまして、すごい。そして原作者なんと水あさと先生からのサプライズもございます。サプライズ、はい、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。それでは水瀬さん、はい、まず最初の企画のタイトルコールをお願いいたします。はい、ではいきます。アハレンさんとライドウ君のひそひそ話。あ、うん、はい、あ、おお、わあ、どういうコーナーなんですか松田さん、ね、はい、こちらですね、アフレコの裏話やそして原作にまつわるさまざまなご質問、こちらお二人にちょっとさせていただきますので、はい、そこでお答えいただければと思います。はい、では早速参りましょう。最初の質問がこちらです。キャラクターを演じる上で難しかったところは。そうですね、本当空気感も
すごく大事だったり、私が演じてるレイナちゃんは、先ほどからねこう声があんまり大きく出せなくて、コミュニケーション、人との距離を測れないってとこがあるんですけど、ライドウ君をはじめこういろいろキャラクターたちとこうコミュニケーションは頑張って取っていくんですよ。でもそれに伴って声がハキハキしてくるわけではないので、一貫して同じボリューム、そして同じスピード、話し慣れてない感じで長文も読まなきゃいけないというのがすごく難しくて、そんなアハレンさんをこう受け止めるべくといいますか、寺島さんはいかがでした？すごいんですよ。いやすごくないんですよ、その人 そのコントロールが。いや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 、針の穴通すみたいな。しかもその針の穴毎回そこ通さなきゃいけないっていうので、はい、毎回違うとこ通せばいいだったらね、いろいろバリエーション出るんですけど、基本的に同じとこを通さなきゃいけない中でよく見ると変化球投げたりするので、どっちも難しいよね、なんかその一球入魂しなきゃいけない、ね、セリフ少ないキャラといっぱい喋んなきゃいけない、どっちもやっぱ大変だったなと思うんですけど、僕はそのさっきもねオーディションの時の話したと思うんですけど、すごい狭い幅でやったんですよ。あの表情がないから淡々とこうやっていくキャラかなと思ってオーディションやったんですけど、現場行ったら結構もうそのままの、リアクションとかも素直にやってくださいって、確かに結構振り幅もはっきりさせて、妄想のシーンはもう振り切ってやっちゃってくださいって、結構序盤もっとやっていいですよって言われてたよね。そうなんですここに驚きながらやっぱ苦戦しましたね、最初の頃は特に。では続いての質問がこちら、アハレンさん、ライドウ君の魅力は？私が思う、レイナちゃんの魅力はやっぱりこう優しいんですよね、すっごく優しい、こう人の、自分が多分人のことをすごくよく見ながら距離をこう取ったり取らなかったりするからこそ、相手のこう気持ちを思いやることができる女の子なので、そこがすごいこうレイナちゃんってすごいお姉さんだなって思う瞬間があって、精神的にで、ライドウ君の魅力はやっぱり唯一無二の暴走力だと思います。あんな他にいないよね。いない。確かにこのタイプなかなかいないって思う妄想と暴走の持ち主ですね。ライドウ君はどんなことがあってもアハレンさんに合わせようってする、そのなんか器のでかさみたいなのが本当にすごいんですね。いつももう割とその妄想がこう世界滅亡レベルまでいっちゃうんですけどどんな時でも、それでもいや、それでも俺はアハレンさんとっていうのをずっと貫いてるのがすごいなって思って。いや本当、そのなんか視野の広さが器の広さなのかな。視野の広さ、本当どこで知識得てるんでしょうね。確かにね。ね、そうですよね。妹とかね、なんか家族的にはね、めちゃめちゃこう普通のお家なんですけどね。ライドウ君は何を見て何を、得て今のライドウ君が出来上がったんだろう。ね、人生3周目ぐらいの星だよね。本当感じますね。ではそんな今のお話につながる質問がこちら、プライベートで妄想はしますか、しませんか。僕らの話ですか。はい、もうお二人に焦点当てて今度は、ね、実際お二人はどうだろうといった。しますけど、よくではないかな。よくではない。よくの基準が分かんなくて。確かに。そう、なんかよくってことでもない、もっと上の人もいるかなと思って。確かにね、どんぐらい妄想しますかって聞かないもんね、人に。そう知らない。まあするはするぐらいな感じで、はい。寺島さんはどうでしょう、妄想の方。まあ確かにその皆さんが言ってるように頻度分かんないですけど。分かんないけど、俺よくする方だと思ってます。今もしながら喋ってますもん。あ、そうなんですね。松田さん先生みたいだな今日って思いながら。ちょっと、はい、なんか学校っぽくと言われたので。確かに素敵。松田先生だった。松田先生って普通に言ってた。やった始めちゃってる。いや、あの世界の先生大好きなんで私。あの並びだと大変ですよ。大変。同僚偉いことになってますよ。いやいやいや、そして続いての質問がこちらです。さあ、そんな中ででしょうか、勘違いが多いライドウ君、人生でやってしまった一番恥ずかしい勘違いはということで、お二人のちょっとねエピソードになりますが、ありますか。はい、そのスタジオ、私たちこう決定の連絡が入って、明日何時にどこどこのスタジオで、こういったものを収録しますよっていうのでスタジオに行くんですけど、それをこう1日勘違いして、全くその前日の同じ時間の同じスタジオにこうバッて入っていって、続きものだったんで、その収録が第2回目ぐらい でこの間すごいこうお世話になったし、今日も元気に行こうと思ってよろしくお願いしますって言ったら、もう見たことないスタッフさんたちがいっぱいいてあれみたいな。あ、でも急遽スタジオが変更になることもあるんですよ、この A から B とか。
あるあるあると思ってこうロビーで一生懸命探してもなくってもうマネージャーさんにも電話して丁寧にもう明日ですよって言われて丁寧に、いや丁寧なの恥ずかしいなそうでもなんかもう一回謝りに行くのも恥ずかしいからと思ってもうスタジオ後にしちゃったんですけど察してくださいと思いながらそういうミスしてる印象ないから余計そう、いやいやミスしますよ、めっちゃします、めちゃくちゃ恥ずかしくて今もまた恥ずかしい、これもでもあるあるかもしんないよね、そうでも誰しもあるかも、一回はやってるってことですよ、やってる、先輩もありますか、あります、僕も、うん、それやった記憶はあります、あ違いますねっていうそうそうそうさあそれではここからは2022年4月からのテレビアニメ放送に先駆けてこんな企画もやっちゃいます、ではここは寺島先輩タイトルコールお願いします、はい、レイナさん、ライドウ君、先出し原作生アフレココーナー、こちらの企画はですね、水瀬さんが、ね、代表して選んだお気に入りシーンを生アフレコでどのメディアよりも最速でお届けする企画です、私が選ばせていただいたシーンは原作の5巻ですかね、の夏祭りのシーンが、はい、選ばせていただきました、もう本当どれもいいんだけど、待って待って、夏祭りのどこって、夏祭りの本当にもう花火のシーンですね、もう夏祭り自体もいろんなこう動きがあるんですけど、やっぱり最後ちょっといろいろなアクシデントを乗り越えて合流した2人の花火を見るシーンですね、ドラマがねここではっきり出るもんね、いや本当にすごい美しいんですよ、またその2人の見てる見えてる世界の違いも含めて、さっきの難しかった話もつながるんですけど、うん、はい、ライドウがアハレンさんのこういう浴衣姿とか、うん、見た時の戸惑いみたいなものを恋愛の戸惑いにしないでくださいって割と序盤言われてて、そうなんですよ、なんか男女を出さないみたいな、そうそうそう、ありましたよね、だからどの具合なんだろうっていうのが結構難しかった記憶があって、うん、でももうここまで来るとそうなんです、いやもうおいおいって、おいおいって思うよね男女でも確実にこうでもなんか人類として惹かれ合ってるって感じ、人類としてめっちゃベクトルが広い、すごい壮大、うん、では早速こちらに関してアフレコをお願いしてもよろしいでしょうか、はい、はい、頑張ります、しょうがない、ここで見よう、花火綺麗だね、うん、見えない、そうだね、ごめん、じゃあ、あれやろうか、どうかな、見えるかな、私、昔から小さいから今までこういうのあんまりよく見れなくてあんまり好きじゃなかったけど、ありがとう、ライドウ君、花火って綺麗だね、うん、そうだね、オタクのやつです、ね、本当よかった、ね、なんか初めてこんなに綺麗な花火見られたんだろうなって、ね、彼女はちっちゃいから小柄だからやっぱりね、そうなんです、多分音とかだけで楽しんでたけど、こうやってねライドウ君のこう、うん、いつものねあれっていうのでこの、ね、肩車になるっていうのも含めて、うん、なんて愛おしい空間なんだ、ね、ライドウとは出会った割と初期からもう肩車かましてたので、こういう描写があるからこう男女にはしてほしくないけれどもね、そうコンビ感があるんですよね、ありがとうございました、以上先出し原作生アフレココーナーでした、さて続いての企画を説明する前にお二人に番組からとある宿題を出していたのですが、どうでしょう、ちょっと提出していただいてよろしいでしょうか、はい、はい、ちゃんと期日を守って書きました、はい、それはですねこのキービジュアルを制作してくださいというお題でした、今お互いのやつが、はい、えこれ今映ってるやつが、これ僕が書いたやつ、先輩のやばすぎません、これ寺島さんが書いたんですか、はい、何ですか、そのあのモノローグ用のシャワ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 のエフェクトとか、何あれ、僕デジタルでお絵描きする人間タイプ、そういうタイプのオタクなので常日頃から、しかも今回お題が
何も見ないでっていう。あ、そう、何も見ないでっていうことでした。お題だったので原作とかを見ないで書いてくださいっていうことで、うん、しかもセリフもめっちゃいいですね。こうアニメの世界に行こうっていうこのね、光の向こうにアニメーションの世界が、はい、私が描いた絵は、まあ、真ん中はね、れいなちゃんで、ライドウ君と大城さんで、あとはシロリンがいて、でシロリンめっちゃいるな。そうそう、距離を測れないアハレンさんたちがこうキービジュアルの撮影に行ったみたいなテイストなんですよ。でこうカメラにこう張り付いちゃったれいなちゃん、はい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 、距離が測れないからもうその撮ってもらうカメラマンさんのカメラにこうやって押し付けられて、すごいアナログで私は頑張りました。しかも一色で一色一色マッキーしかない。それは選択の自由だった。あ、そうですね、つけたかったらつけてよかったね。はい、すみません。これでも並んでたらどんなアニメってなるよ、ね、確かに見たくはなる、ね、はい、という形でお二人に、まあね、ちょっと記念の告知イラストを描いていただきましたが、はい、ここでなんとそのテレビアニメ化記念告知イラスト、原作者の水麻人先生が仕上げてきてくれた。仕上げて、仕上げた、えお仕事の合間に、お忙しい中、絶対なんかやらなきゃいけないことがいっぱいあるんですね。ブラッシュアップと言いますか、こちらをちょっとね仕上げてくださったということで、ね、早速見てみましょう。こちら、わー、すげー、ブラッシュアップがすぎる、すご、あ、すごい、こうなるんだ。めっちゃ可愛いじゃん、みなせのやつ。めっちゃ可愛い。シロリンめっちゃいるじゃん。ライドウくんが、ライドウくんがもうすごい。うわー、可愛い。大城さん。なにこれ。どちらもすごいいいですね。どっちも魔法陣。いや、すごい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 。先生。本格的。本当だ。ね。可愛い。いいんですか、こんなことしていただいて。そのためだけに。先生ありがとうございます。本当に先生ありがとうございます。ありがとうございます。欲しい、欲しいこれ。でこちらのなんとイラストの制作過程動画も今回この我々のあの、はい、キービジュアル案のですか。じゃあみなせの絵を見てこれはって悩んでるところから、もうすぐ知れた。いや、行かない行かない、かわいそすぎる。どこからがね制作過程かというのもねちょっと見てまいりましょう。確かに、そんなの見れるんですか、はい、おー、好き好き、これ好き、いい、こういう動画見るの、いい、ね、タイムラプスってやつだ。わ、わー、当たりをほぼつけない。あ、でも下書きのところ、わ、すごい、シロリン描いてからアイドウくんが埋まってった。ちょっとレイヤーとか見たいんですけど、レイヤーとか見て、あの、さすがデジタル班、そこ見たいんですよ。すごいな、どっちかっていうと。すごい、もっと細かく見たい、めちゃめちゃ気になる。先生ありがとうございます。ありがとうございました。続いてこちら、今回ですね、なんとアハレンさんは測れないのアニメを制作しているこちらのフェリックスフィルムさんの制作現場を特別に、行きたい、行きたい、そうですよね、見学行きたいってねずっとね言ってるんですよ。見せていただけるというコーナーにやってまいりました。でフェリックスフィルムさんといえば猫バラ、そして裏世界ピクニックなどを手掛ける 3DCG でも有名なスタジオさんでして、今回は現場にあの方がレポーターとして行ってくださいました。それでは VTR ご覧ください。水瀬さん、寺島さん、こんにちは。アハレンさんは測れない総監督の山本康隆です、はい、今日はアニメ制作現場を通して作品の魅力をお伝えしたいと思います。では会社のご案内は、私スタイリーキューブの新人プロデューサー尾崎が担当します。それでは山本さん行きましょう。行きましょう。うれしい、目が合わない、測れてない、早速めちゃめちゃ可愛い、気になるものが、れいなちゃんとライドくんがいます、うん、大体アニメ会社こう好きな人が落書きしたりとかね、あったりとかする。結構皆さん静かに集中して作業されてる感じですか。そうですね、多分会社によって違うと思うんですけど、まあやっぱり静かに黙々とやってる会社はちゃんとした会社だなっていう。こんにちは、フェリックスフィルムの社長の中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ここにめちゃめちゃ可愛い、そうそうそう、水先生からの直筆の色紙ですね。ずるいですね、会社だけもらってるからね。これは貴重なものですね。いいものを見させてもらいまして。山本さん、あちらは何をされているんですか。こっちのスペースはですね、 3D のスタッフのスペースですね。 CG の作業されてて一番なんか難しいなって思うこととかありますか。絵の動きと CG の動きって
でどうしても作り方が違ってしまうたりもするので、まあ、そこ辺を違和感なく見せたりっていうのが一番、まあ、苦労するし時間をかけているところではありますね。カメラ右に 3DCG にちなんで突然ですがここでクイズです。それでは山本さんお願いします。突然、はい、3択です。次のうち CG で作られたものはどれでしょう。1番、アハレンさんが落とした消しゴム、2番、学校で歩いている生徒、3番、アハレンさんのお弁当。水瀬さん、寺島さん、お二人ともお考えください。2っぽいけど、1番のアクションも CG っぽさあるよ ね。はい、シンキングタイムあっという間に終了となりました。代表していってください。多いのは2だと思うので2でお願いします。私も2だと思うけど、はい、じゃあ正解は、はい、では正解は、2番の歩いてる生徒でした。教室 3D とか、まあ、結構最近のアニメだと結構もう普通にやってるんですけど、結構モブも 3D でうまく他のセルのキャラとなじませるっていうのが大変なんで、そこら辺がちょっと今回、まあ、見てほしいとこでもありますかね。作品的に柔らかい空気感みたいなのを結構大事にしてるから、その 3D でそれをなかなか表現するのって大変だと思うんで。そうですね、だから特に今回はその線の出方とかにも細かいところに気を使って、うん、なるべくアハレンさんの世界観に合うように、うん、あの地道な努力をしているって感じですね。そうですね。山本さん、ここではどんな作業をされてるんですか。ここはあれですね、作画図形が並んでまして、アニメーターたちが作画作業しているスペースになります。ここ、まあ、俺も昔アニメーターだった時代もあったんで。そうなんですね、じゃあ山本さん、ここでもう一問クイズをお願いします。はい、では、自分がアニメーター時代に、ここは譲れないっていうことがありました。それは一体何でしょう。お答えください。譲れないこと、でもきっと絵に関することなんでしょうね、きっとね。鉛筆の硬さ、ありそう。 HB じゃなきゃ。それでは正解発表をお願いします。もう行くの、すごい、待ってくれない、はい、自分が譲れなかった、こと、毎日夜7時になったら仕事を辞めて帰るでした。ちゃんとしてる。総監督になられてちゃんと7時に帰れてますか。いや、もうなんか演出業とか監督業になってくると、もう徹夜みたいなこともあったりすると、それでも全部崩れちゃうみたいな。夜中にゲームもやられてますもんね。そうですね、ちょっとゲーマーなところもあるん で、ね、ついつい朝までやっちゃったみたいなこともありますね。ちょっとずつ仲良くなってるのかな、はい、改めてこの作品を演出されていかがでしたか。そうですね、この作品でこだわったところはやっぱりこう独特な、空気感ですかね。そこら辺をやっぱりどう再現するか、キャラクター2人ともどちらも表情がほぼないというか、はい、っていうすごいなんか変わったキャラクターだったりとかで、珍しいと思います。そこら辺を表情の絵じゃなくて他の演出面だったりとか、まあ、声優さんのお芝居ですかね、その辺の細かいポイントで、うまく表現できてると思います。はい、では最後のクイズを山本さんお願いします。アフレコの時に、寺島さんの、あることが原因で、撮り直すことがありました。それは一体何でしょうか。これヒントは寺島さんが丸々すぎて困ったなです。それではお答えください。あれじゃないですか、一回さ、前の話数のやつちょっと撮り直していいですかって言われた。それって何だったんですか。それ何だったっけ。私はなんかあれじゃないですか、イケボすぎるイケボすぎるからなんかかっこよすぎるみたいな。確かに言われた。なんかそのセクシーなところを封じてくださいみたいな。そうそうそう、なんか本当に甘くなっちゃったみたいな。もういい声なのでめちゃくちゃ。いや全然そんなつもりなくやってんだけど。いやいやいや、でも それかな。どれだろう。一回見てまいりましょう。すごい変な汗今出てきた。食べたらごめんなさい。はい、正解は、たまに、にじみ出る寺島さんのセクシーさが原因で撮り直しになったことがありました。セクシーさですか。そうなんですよね、寺島さんのやっぱりこうどうしても隠しきれないあの内から溢れるセクシーなエロさが今芝居に現れちゃうところがあったので、そこら辺はちょっとライドのキャラ的に、まあちょっと そうじゃないかなっていうのはあったので、原作ご存知の方はあそこかみたいなのが分かると思うので、そこはお楽しみにしてください。どうでしょう先輩、ご自覚の方は。イケボの自覚は、この仕
事してると周りにとびきりセクシーな声の人ばっかりなんで確かに自分がそっちに回ることほぼないので戸惑ってます。正直またね、こう気だるげというか、そんなにこうはつらつとしてないからこそ出る色気みたいのがあったんですよ。確かに知らないものに気づけた気がします。そうだったんだと思って。ライドウ君を通して知らない自分に会ってしまったんですね。すごい恥ずかしい。恥ずかしい。やった、正解。 いいエピソードでした。ありがとうございました。はい、さあここでなんと初解禁となる最新 PV が届きました。はい、PV やった、見たい。それでは早速見てまいりましょう。どうぞ。歴史時代、隣の席のアハレン・レイナさんとは距離を感じる。アハレンさん、おはよう。ここって校庭広いね。購買のパンうまいらしいよ。部活どうしようか悩むね。無視されてね。何？え？教科書忘れた。なんで急に慣れ慣れしくなったんだろう。おはよう、アハレンさん。昨日のは気まぐれだったってことか。私、距離の加減ができない。アハレンさんを騙すのはやめてください。意図哀れがすぎるわ。話しかけてくれたのが嬉しかったから。やっぱり測れないな、いろんな意味で。アハレンさんは測れない。2022年4月放送開始。これはいい。こちらの PV 本日解禁となりまして、ぜひ YouTube の方でもね、何回もお楽しみいただけるのでご覧ください。そして同時に放送局情報も解禁です。2022年4月より MBS、TBS、BS、TBS アニメイズム枠にて放送となります。あっという間にお別れのお時間ですが、実は冒頭でお伝えしていたサプライズが、はい、あれ、イラスト、あのイラストじゃないんですかって思うじゃないですか。え、実はですね、原作者の水麻人先生からファンの皆様、そして今回お二人に向けたお手紙を預かっております。忙しいのに、ね、めちゃめちゃ協力的、優しい。ではこちら私がちょっと代読させていただきます。はい、水麻人です。アハレンさんは測れないをご覧の皆様、いつも応援いただき誠にありがとうございます。おかげさまでこの度アニメ化することになりました。ひとえに皆様の応援のおかげです。ありがとうございます。本編にアニメにどちらも今後のアハレンさんにご期待ください。寺島さん、水瀬さん、アハレンさんとライドウ君に声という命を吹き込んでいただき誠にありがとうございます。ライドウ君の大量のセリフ大変ありがとうございます。ライドウ君の難しいテンションを見事に演じていただきとても嬉しいです。アハレンさんのボソッとしつつも可愛い声がとても素敵です。ありがとうございます。想像以上にアハレンさんでとても感動しました。いやいやいや、皆様本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。水麻人。わー、先生、ありがとうございます。もうそれこそ原作の持つパワーをね、アニメ化でさらにと思って私たちも頑張ってアフレコしたので、はい、非常に嬉しいです。水麻人先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあそれではね、あっという間にエンディングでして、お二人はね、今回いかがでしたでしょうか。ちょっとお一人ずつじゃあ感想をいただいて、はい、まずは水瀬さん。はい、そうですね、こうしてあのちゃんとお話しする場所っていうのは初めてだったので、改めてあの私たちが こういった思いで演じてるよっていうお話が今日できてすごく嬉しかったですし、すごい裏側のねレアな映像も見られて私も非常に楽しかったです。ぜひテレビアニメよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ご覧いただきありがとうございました。いろいろお話できて、こう僕らもアニメ放送に向けてすごいワクワクと期待が高まっているところです。本当いろん なんか素敵なものをこの場でいただきましたし、皆さんにもお届けできたんじゃないかと思いますので、皆さんアニメ楽しみにしててください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。原作漫画は少年ジャンププラスにて各週日曜日更新で連載中です。最新2話はいつでも無料で楽しめます。そしてテレビアニメは2022年4月より MBS、TBS、BS、TBS のアニメイズム枠にて放送となります。
以上、ジャンプフェスタ2022ジャンプスタジオ阿波連さんは測れないステージでした。またお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。